ゃあちょっとスペシャルなショット、おお、かっこいいですね。はい、どうもこんにちは、チャオリンゴと言います。今回ね、カミコのゲームプレイとしては2回目になるんですが、主人公がやってウズメちゃんっていうね、弓使いの主人公を使ってやってます。続きいきます。ステージ2が終わりました。ステージ3からいきましょう。お、ちょっとね、ナイフは少ないところからスタートなんで、こういう時は1回して、ね、死んでやり直した方が楽だったりするんですが、さすがにかわいそうなんでちょっと頑張ってみましょうか。ちょっと待って、そんなことや、死ぬ、危ない危ない。そうですね、このゲームは主人公によってこの弓というか、まあ、武器が変わってくるわけなんですが、それでね、まあもちろんですけど、ゲーム性というか、攻撃の感覚も結構変わってくるので、ぜひね、みんなやり込んであげるのがいいのかなと思います。はい。さあ、溶岩ステージですね。SP がいっぱい溜まりますね。はい。で、ゲート開放なんですが、私、敵出てきたよな。あ、そんなこともないか。こういうの取っておきましょうか。ここは壊せる。開ける。よし、SP 最大値アップですね。さっさっ。おっと。ちょっとウィッチみたいに来ました。さっ。ちょっと敵が出るように気をつけながら。でもアーチャーだと楽だな、ここら辺も。ちょっと近距離が置かないっていうのはあるんですが、比較的ウズメちゃんは初心者向けかもしれませんね。遠くから敵倒してね、 SP 取れたりもするんで、このゲーム結構 SP ね、取れないと宝箱とか開かないこともあるんで、まああんまりね、 SP 溜まってないっていうシチュエーションもないんですが、さあ普通に開けます。倒しますと。下はスイッチで開くから、どっから行こうかな。周辺探索するか。おーっと行くじゃん。あ、だだだだだだだ。こういうのはちゃんと距離を取って倒して。こういう時にね、まあスペシャル技使ってもいいのかなと思いますね。ナイフを回復します。よし、おっとっと、お、そうか、ここ開くか、開けます。確か鍵だったっけな、これ。鍵どこ運んでいくんだっけ。確か下に行ったような気もしないでもないんだが、こう通れないね。危ないな。あ、だ、怖い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 。で、スイッチを開けましょう。押します。鍵がそこにありますね、今左下にね。さあ、めっちゃ激しい攻撃ですが、タイミングを見れば楽勝ですね。祠を解放します。ここはまだ1個目か。戻ります。さあ下に、鍵をやろうか。ここが若干敵がたくさん湧いてきて大変なんだが、どうしてもね、また出てくるからね。どうしようもないっちゃどうしようもないんですが。敵の攻撃に当たると鍵を落とすんで、気をつけながら。あれ、サクッといけたな、今回。ここが注意かな。いけます。若干 SP を使いまくってるかな。まあ、気にしないでいこうか。
ずイーチを取りたい。オッケー、2箇所目ですね。じゃ次は右側に行く感じになるかな。倒す倒す倒す。これなんだっけ、なんかあったかな。これでスタート位置とね、つながった感じですね。SP を、あっ、ちょっと、こんな風にコンボがね、溜まっていくと、たくさんね、SP も出ます。おっと、ちょっと、ライフを回復させ。一回ここでね、ザコと交えることになりますね。ではでは、ちょっと覚えてる範囲から、ここはねちょっと難しかったんでよく覚えてるんですが、敵がわらわらいます。ちょっとだけ倒しておきます。ここを開け、あれなんだよな、ここのダッシュが若干難しかった気がする。さあ、ごめんなさい、ここをちょっと開けてから思ったんですけど、あんま効率良くないな。こっちとか行けるかな、違うな。いや、思いついたところから行きましょう。あそこに向かって、あそこに向かってダッシュです。結構時間の猶予はないです。 OK、 よし、最大ライフアップですね。カチッと押すと、おお、ここまで来たか。あ、これだけか。うん、 OK、 探索続けていきましょう。またここは敵ですね。じゃあちょっとスペシャルなショットを。おお、かっこいいですね。じゃあちょっとこっちから左側方向に展開していきましょう。手の敵に気をつけながら。 OK、 どうした。こういうのは押すと、ブロックがすごい豪快に動きますね。毎回思うんですけど、壊せるものは壊し、ここもね。押します、押します。もらっておこうか。で、ほからを解放し、残り1個かな。さ、行きましょう。これをね、下に持っていく感じになるんだが、一回で落とさないとダメかな。ちょっと囲まれましたね。囲まれたね、うん、オッケー。まあ、無視してもいいんですが、下に行きます。ちょっと敵の出現に気をつけながら開けます。よし、ここはスルーで、スルーできてませんが、さすがに倒した方がいいな。
あーちょっと変に倒さなかったの当たりましたね今回は。幸い壺がたくさんあるんで割っておきましょうか。じゃあこのステージもほらこれ4つ目です。あそこまで行こうか。はい、じゃあね、祠の解放したところまで来ました。じゃあね、ボスってところかな。頑張りましょうか。早い早い、うん。じゃあ、ハートとね、おっと。最大値、うん、ちょっとライフ低いな。少し回復させておくべきだった。ここどんなボスだったかな。あんま覚えてないですね。あ、無駄なダメージ受けたな。ザコカルンだったかな、これは。おーっと。ちょっとホーミングしてますね。怖い怖い。倒し。フォアが出てくるんで、そこを撃つと。これ大変な、大丈夫かな。これは当たっちゃうね。まずいな、これ一回死ぬかもしれません。さっ、うまいことちょっと相手もこれでカットしておき、あれか、ザッコを倒さないと話進まない話か。ちょっと打ち続けます。そっちか。当たった。うん。3人ですね。おーっと、これはきついな。これどういう風に動く？じゃあこれはチャージショットで。よし。あーっと危ない。ちょっと一気に倒しますよ。これは避けよう。いけるか。ガッと。よっしゃ、かっこいいね。今日はスペシャルアタック大活躍でしたね。じゃあステージは10分ぐらいです。また続けていきましょう。どこら辺で切ろうかな、動画。じゃあね、ラストステージかな。ちょっとまあ動画的な編集というか、どこら辺でパート分けるかは最終的な時間によって決めようとは思うんですけどね。まあ動画的にはどこら辺で分けようかなっていうのは決めかねてますが、3回か2回になるかなと思います。よろしくお願いします。さあ、敵の攻撃は結構強くなってきました。仕掛けもあるんで、そこら辺もね、気をつけながら。おっと、押します、押します。遠距離攻撃をする厄介なやつはちょっと先に仕留め、解放し、これはどこなんだっけな。大変だな、おい。ちょっと待ってね、水晶置く位置だけ。あそこか、遠いね。さあ、ちょっと頑張りましょうか。おーっと、当たっちゃうな。さあ、行きますよ。ひたすら逃げましょうか。おっと、なんか動くね。
ここでやれたくはない。うん。これは1個解放できたかな。ポンと押す。あそこ閉まりますが、上が開きます。上に行きましょう。上に若干気をつけながら、あ、ちょっと近いね。まぶし。草を刈り。強襲に気をつけながら、またライフを回復して。おっと、ソードだ。耐久力が若干ありますね。鍵か。まあ、鍵見つけたらまた来ましょう。さあ。こっちを探索しようか。おー、すごいな。多分自動販売機的なものだと思われるものね。攻撃するとギミックが増えまして、うん、SP 増えた。おーっと、元気だな。ちょっと待って、きつ。ここはスペシャルなアタックで空いてる方からいきます。あーっとっと、これが出たか。一回ちょっと頑張って中央に戻ってみます。中央戻ってみます。ちょっと待って、これはまずくないか。コース違ったっけ。えい。あれか、別のワープとかあったかな。あー、危ない。で、スイッチを。これですね。こっちですね。おっと、怖い。もうなんとか倒せたか。射水晶を持っていくところまで進めていきたいが、登れる？これはきついか。うん、あと一歩なんだけどな。動かないで。よし。なんとかなった。さて、いろいろ試したいこともあるというか、これはどこと通じてる。上か。またそうだね、ここだよね。うん、こいつらはここからスペシャルなショットで、うん、まあ、リターンとして SP も結構溜まるので、うずめのスペシャルは強いな。ああ、まあ、こうなっちゃうのか。ちょっとね、ヤマトの回転切りはね、なかなかね、ちょっと敵を通し損ねるとダメージ受けやすかったんですが、これは強いな、正直。さあ。ライフに余裕はあるんで、取っておきます。これは押せる方向で押すと。これは一つ目かな。ですね。じゃあ空いた真ん中のところ行きます。遠距離ステップ攻撃をするやつは倒し、ソードも倒し、ここを開けるためにだね。うん、問題ないが、あいつはちょっと気をつけておいて。解放しましょうか。ここはシンプルに開けます。二つ目ですね。おっと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 。これでどこ行く？あ、これか。で、これか。
ちょっと初回はダメ元だけど走ってみますね。あー、引っかかった。悪い予感しかしない。あ、いけた。このゲームね、本当に制限時間付きの足場とかね、かなり難しいんですよ。今回はなかなかうまくいってるんですが。どうしようかな。あっちも気になるんだけど、とりあえず先に祠解放していいかな。こういうとこは落ち着いていきましょう。あだだだだ。しかしね、結構このショートでもいろいろなゲームやりましたけど、なんかこの前やってた、そうだね、6180ザ・ムーンでもそうだし、まあ、それこそセレステでもそうだし、そうだな、あとは、あれか、フォローナイトとかでもそうだけど、なんでもね、ここにありますけど、トゲっていうのは、アクションのね、天敵ですよね。でも、皆勤賞みたいなもんだよね。どのゲームにもトゲって出てくるじゃないですか。すごいですね。あ、やべ、SP 足りねえ。ちょっと横着した。足りた。さて、次、最後は鍵を見つけて解放だよな。鍵どこにあったかな？ちょっと探しましょうか。さて、ちょっと、スタート地点ぐらいまで戻ってきます。確かね、スタート地点のこの左にあるワープを踏んで、ここに開けてない宝箱があるんですが、鍵だね。で、こっからちょっとね、また左上あたりまで行くんだけど、ここ難所ですね。頑張っていこうか。避けゲーですね、もうここまで来ると。ちょっと敵の不意の脇に気をつけつつ、ここ怖いなぁ。辛いね。よいしょ。はい、リトライです。頑張りましょう。ここは無難に通り、ここだよね。大変だわ。ひどいな。ちょなんとかなった。で、足場に気をつけましょう。で、最後ここ敵が湧くので、また赤いよ。ちょっと待って、無理やり開けます。音が入ります。あー、怖かった。おー、とライフがないな。これはまずいぞ。よいしょ。ちょっとね、弓の利点生かして遠距離からガンガン攻撃していきましょうか。貫通はしないんで、敵が面前に来るのをちょっと待って。あーっと、危ねえな。死んだかと思ったよ。ちょっと弓の範囲外に行くのやめてって感じだね。さて、残しといた壺とかあったら割りたいもんですが、そんなのあったかな。敵が来るまで待ちます。そんなねえな。しょうもない。食べます。あぶない。3か、心もとないな。とりあえずいけるけど、もう一回ちょっと、あ、ここ入んない方がいいから。あ、こういうことがあるからダメだね。探索はもうしない方がいいかな。被弾しちゃったらもっと下がるよね。せめてここら辺は、あ、いいな。場所を見ておくか。下がってんだよね、総合的な HP はね。ちょっと敵の脇に気をつけつつ、4か。まあ、ないよりはマシ。いきます。ボスですね。よし、頑張りましょう。うちの子よ、これはしたり。何故うぬは神に従う。何故うぬは神を信じよう。うん、世は世の信念に従うのみと。いざ参ろうぞ。さ、ボスですね。頑張りましょうか。おっと。食べちゃうか。うん。
ないよりはね。さあ、どうせ雑魚は湧くのでってところですが、余計に集中しましょうか。とりあえず受けて下から戻ってくるんで、おーっと、とつか、あべ、ちょっとまずいまずい、よし、おーっと、すごいな、ちょっと久しぶりだけど迫力ありますね、こいつの攻撃は。あれね、飛びます。で、まあ浮遊してる球体を撃てばダメージが入りますが、怖いな、無駄に沸かせるのも良くないか。ここでね、やったかみたいな感じなんですが、どうでしょうね。まあ、もちろんやってないわけなので、続きですね。とりあえず、ライフはライフなんで、少し避けつつ、回復するものは取っていい。あ、当たる。SP が若干重要なので、それだけはちゃんと貯めておいて。そうですね、さすがにコンボも溜まれば SP にも出まくる。これさ、もう打っちゃっていいの？うん、コアが剥がれて落ちた。打ちます。さあ、一旦余計タイムですね。うん、うずめはね、コンボが稼ぎやすいから SP 不足にはなりにくいかな。します。めっちゃ潰されてますが、まあとりあえず OK。 ちょっと待って、やべえ、全然 OK じゃない。ちょっと待って、痛い。きついなー。さあ、 SP があるならザコは変に狩らなくてもいいような気もしますが、ちょっと避け方間違ったわ。いきます。一旦避けましょうか。どっち来る？当てます。さあ、パターン変化ですね。場所的にはそんなに難しい攻撃ではないと。なんで普通に打ち、一旦避けることに集中しながら OK 打って、さあレーザー強注意ですね。ほいなー。さあ避けます。おお、とった攻撃判定がよくわかんない。当たっちゃった。これは中央か。大丈夫だね。そろそろチャージしとくか。うん、行こう。避けろー。当たっちゃった。ちょっと離れ落ちたコアで、もう打っていく。よっしゃー、勝ったね。OK、 勝ちました。以下エンディングとかになるかな。歩いていきましょう。まあちょっとね、2人目の主人公ので少し感想としてはね、ウズメはね、割と遠距離からの攻撃でこのゲームの結構重要なポイントの SP っていうのを耐えやすいので、割と初心者向けかなと思いました。コンボがつながりやすいというか途切れにくいかなと思いました。
はい、天と地は再び繋がれたと。耳をそば立てよ。その他を称える人々の声が地上に溢れておるぞと。ではね、エンディングとなります。はい、まあね、人々の生活もまたこうやってね戻ってきた感じですね。まあというわけでちょっとね、まあ不意に、そうですね、いつ出せるかわかんないんですけど、まあ僕もこんなね毎日このショートショートっていうのも毎日録画してるわけではないんですよね。まあ毎日投稿とは言いつつ、ちょっと時間ある休日とかにまとめてね、まあそれこそトレイルフィギュア6本とか撮っちゃうとかね、そういうむちゃくちゃな生活なんですが、まあそんな感じでちょっとこれもいつ出してもいいやってみたいな感じで撮っておりました。まあ、カミコはね500円で遊べるすごく面白いゲームなので、まあそれこそね 2D ゼルダ好きな人とかにはとてもおすすめですね。はい、まあ、主人公3人いて、それぞれねちょっと武器に特化してそうやってね操作していくって感じなんですけど、うん、さあここからはねスタッフクレジットになります。まあ少しはこのままなんとなく話しますが、まああとは主人公一人ってことだからどうしようかね。まあいつかやろうかなと思いますが、うん、まあ、本当ね毎週パート1でも言ってるんですが、面白いゲームも出るし、過去やったゲームもまたやりたいしねって感じもあるんで、なかなか難しいんですけどね。はい、スタッフは、うん、まあ、これもね、フライハイワークさんが関わっているんで、うん、ちょっとね、それこそフライハイワークス作品を追いかけてみるとか、そういう企画とかもやってみたいかなと思ってたんですが、まあ、フライハイワークス作品っていうのをちょっと、あそこはまあその各社の作品をねローカライズとかしてるところだからちょっと意味合いおかしくなっちゃうかもしれないんですが、まあね、なんかまあね、なんかまとめてやってみたいかなって思ったりしてる時もあったんですが、まあ、何分ね毎週いろんなゲーム出てくるので落ち着かないところはありますが、こうやってねまた過去の作品も機会見てできたらいいかなと思います。まあ過去の作品やるときはこうやってなんか前のセレステのね B 面とかもそうだったんですけど、少し雑談というかそういうのがね中心になってくるのかなと思うんですが、ちょっとここら辺でねクリアタイム45分か、まあ、もっとね早くできるっていうところはねきっとあるでしょうね。よし、じゃあねここら辺で終わりますか。まあそうですね、まあこんな感じに過去やったゲームをねまた出てくるってこともあるかなと思いますんで、よければねまたまったりとお付き合いいただければと思います。じゃあね今回はここら辺で、時間的に多分3回ぐらいに分けるかなと思うんで、まあ、連続して上がるかはあれなんですけど、うん、どうもありがとうございました。またねよかったら他の動画含めご覧ください。お疲れ様です。失礼します。